午前10時半ごろ、石狩市内の70代の女性の家に、警察官を名乗る女と銀行員を名乗る男から、キャッシュカードの暗証番号が詐欺グループに漏れているという電話がありました。さらに女性宅に刑事を名乗る男が現れ、カードを封印し保管するよう言われました。女性はカード4枚を男が持参した封筒に入れましたが、目を離した隙に封筒がすり替えられ、その後、口座からおよそ230万円が引き出されました。石狩市内では似た内容の電話が相次いでいて、警察は注意を呼びかけています。